どう？ラムチとではなさそう。お、ラムちゃん。チカチカするのはこれはツイキャス？ライトですか？消した方がいいのかな、もう。消した方がいいですかね。消した、すいません、ありがとうございます。あ、そうですね、消した方がいい。すいません、消した方がいいですね。はい、10秒前です。はい、お願いします。あ、皆さん、じゃあコメントちょっと後で読んでいきましょうね。ちょっと待ってください。5秒前。はい、2、1。あ、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  FEC チューンド、FEC チューンド、 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 FEC チューンド。KY デンジャラスのデンジャラスナイト。はい、さあ始まりました、 KY デンジャラスのデンジャラスナイト。 KY デンジャラスのコウダと中地でお送りしております。お願いします。ということですね、はい、皆さんありがとうございます。本当にね、コメント早いっすね。早い。マリンちゃんが今日は、あ、違うや、朝早い、朝が、朝このツイキャス前にね、通知より先に、すごいよこれ。始める前からスタート、え、なんなら前番組ぐらいからコメントしてん。あ、すごい。朝こんばんは、ありがとうございます。朝ごめんね。マリンちゃんもいつも早いね、ありがとうございます。こんばんはということで、ラームちゃんもね、はい、ありがとうございます。こんばんは、ありがとうございます。中田猫さん、こんばんにゃーすということで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。スプリームさん、はい、最近ね、よく見てくれるんですよ。はい、ありがとうございます、本当に。こんばんは、東京のスプリームです。あ、東京からわざわざ、はい、ありがとうございます。中地くん、こうたくん、誕生日おめでとう、ありがとうございます。ありがとうございます。20歳にね、なりました。なりました、本当にありがとうございます。先週の金曜日が僕、6月2日誕生日で、僕が6月5日ですね。5日、昨日ですね。うん、誕生日近いのがね、最悪ですよ、本当に。いや、本当にね、中地が祝われた後に3日後、俺さ、はいはいはい、またみたいな空気に、あ、ちょっとね、なるってなったね。めっちゃお、うん、ちょっと今からでも、もうちょい遅く生まれてもらって、なんだ、本当にタイムスリップするってことか。そうそうそう、これはもうね、僕たち の親がセックスするタイミングが悪かったです。しょうがない、しょうがない、しょうがない、セックスかな、うん、まあそうだね、親が悪い、確かにね、親が、うん、親が悪いね。いやでもね、本当にありがとうございます。ありがとうございます、本当にね、はい、なるちゃん、二人とも誕生日おめでとうございます。ずっと応援していますね。おお、ありがとうございます。ありがとうございます。ずっとね、ずっとっていうのは、これは死ぬまでってこと。死ぬまでってこと、うん、息を引き取る瞬間まで。だから最後のね、うん、言葉は KY デンジャラスさん大好きでした、でもう死ぬっていう。あー、うん、本当に、もう絶対嘘だと思うけど。嘘だね。りょうちゃん、こんばんは。こんばんは。ありがとうね。ありがとうございます。ナールちゃんもね、ごめんね、本当にずっと応援ありがとうございます。ありがとうございます。ね、中田猫さんもハッピーバースデーということで。お、うわー、めっちゃ言われてるわ。あー、すごい。ケーキも。二次元のケーキ。今風だ。すごい。でも、ケーキ1個しかないんだけど、これ。俺と中田どっちだろ。いや、俺かな。いや、二人でだろ。いいだろ、それ。二人でだとしたら、これ、お前。ちっちゃいな。ちっちゃいよ。俺、イチゴ食うわ、俺。俺、イチゴだけで十分。俺、じゃ下のあの茶色い部分食うわ。ユーミンさん、はい、愛知県のユーミンさん、こんばんは、お二人さん、ハッピーバースデー、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、ありがとうございます。申し訳ない、本当にありがとうございます。ね。ということで、りょうちゃん、はい、6月意外と探すと多いですよね、というか、そうなんですよ、多いんですよ、6月意外と探すと多いっていうのは、うん、あの、はいはい、6月に限らず、多分7月も8月も多分探したら多いと思う。そうだ、探したら、意外とっていう、意外とっていう、どこでも、うん、大体そこ、どこでもそうだ、6月生まれ、じゃあ6月、お前の誕生日有名人とかいる。あ、僕今回ですね、はいはいはい、ちょっと6月2日と6月5日について、比較でってこと？いや違います、あの、あ、調べてきました僕。え？ちょっと気になって。あ、ありがとう。え、じゃあお前から調べて、あ、じゃあ俺から聞いていい？え、どっちもどっちも、あ、とりあえず俺3つ調べてきたのがあって、はいはいはい、6月2日のまあ主な、有名な人の誕生日、うん、出来事と、うん、あと僕たちが生まれたね、1997年平成9年、うんうん、の出来事もちょっと調べてきた。まあ9年はまああんま興味ないけど。あ、そう？6月2日は興味あるの。え、平成9年の、うん、あの主な出来事、はいはい、結構あれでってなるの結構多いよ。まあ軽く説明しますと、もののけ姫。知らんわ、そんな。もののけ姫だよ。知らんよ、や、別に。え、ジブリのが何？6月2日に、放送、放送というか、6月2日に、あ、違う、1997年に、はい、別に、いやいやいや、毎年名作生まれてるだろ。いや、そうだけど、だからもののけ姫と俺なんかタメ。タメ、タメ、あー、タメ、だから別になんか、うん、
あの映画見ても別になんか上から目線でもいい、別に、うん、あそっか面白かったわぐらいでいい。そうかそうか、別に面白かったです。そういえば宮崎駿とかどうなの。これ宮崎駿はまあでも先輩だから。あそっか、だいぶ先輩だから。はいはい、うん、あと、うんうん、タイタニック。あ、これも1997年。うん、じゃあタイタニック20歳ってこと。そう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 。まあ出来事はもっと前とは思うんですけど、この映画がね出たのが1997年。あ、そうなんだ。そう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 、知らんかった。同級生俺らの。じゃあ6月5日。あ、俺の誕生日ね。うん、有名人。あのね、うん、まずね、いる有名人、いろいろ出来事を、あ、出来事ね、調べてるんだけど、はいはい、ほとんど戦争やっす。マジでマジでびっくりした。いや、 あのね、俺の生まれた、あんまり6月5日、いいことないね。これは97年の6月5日じゃなくてってこと。いや、もう6月5日、歴代の6月5日は、うん、6月5日、戦争ばっかしてる、うん、最悪ですよ。もう例えば、うん、第二次世界大戦、日本本土空襲。もういいわや、もういいわ。じゃあ、あんまりね、もういいわ、あんまりね、いいことはない。6月5日はあんまり、ね、あ、うん、じゃあ6月5日、みんなあんまり俺の誕生言わないで。あんまね、尊い命奪われてるから、うん、落語の日らしいですね、うん、あ、落語の日、あ、ちょっとポップだね、うんうん、それぐらいです。でも落語あんま好きじゃないんだ。そうなんですよ、うん、落語なんも興味ないというかね、まあまあまあ、はい、なるほどね、落語の日なんだ、うん、6月2日、はいはい、僕の誕生日ですね。ちょっと調べてみます。あ、待って、有名人は俺の。有名人も、うん、世界的有名な詐欺師の誕生日。俺、うん、ま、名前何よ、ちなみに。名前ちょっと待ってよ、うん、結構誰ってなるけど、うんうん、経歴に一応詐欺師ってだけ書かれてた、うん、はいはい、名前は名前、あ、名前はもうめんどくさい、名前めんどくさいっすね。あ、はいはい、まあまあ、じゃあお前の6月2日、うん、はいはい、何の日かと言いますと、はいはいはい、まあ語呂合わせでおむつの日。おむつの日どうでもいいな、おむつの日は。俺高校3年生の誕生日の時、担任からおむつもらったんですよ。めっちゃギャグ線高くない？全然面白くないよ。面白いだろ。面白くないよお前。めっちゃ面白いなと思って、うん、おむつ急に渡され、何って言って、実は今日あなたの誕生日であると同時におむつの日なんだよ。いやいやいや、おむつ、いやいや、お前の高3の頃の担任だろ。そうそうそう、卒業式に自分がパイパンってこと暴露した方がおもろいだろ。したんすよ。こいつの担任、なぜか女の人なんですけど、女性24歳ぐらいの、まあブスなんですけど、なぜか卒業式の日に自分がパイパンっていうのを暴露するっていう。そうそうそう、なぜかで特に興味ないっていう。僕はちょっと勃起しましたけど。なんでよ、なんでよや。なるほどね。6月2日、はいはい、裏切りの日ということで、なんで裏切りの日かというと、怖い怖い怖い、はいはい、本能寺の変が起きた日。だから織田信長が明智光秀に、うん、まあ、暗殺というか、まあ、襲われて、うん、織田信長自決したっていう日で、裏切りの日。そうそうそう、これじゃあ俺もいつか裏切られるみたいな。なんか、え、いやでも裏切ってばっかですから。毎日がね。あ、そうなんだ、うん、あんまり、まあ、あんまじゃあ、うん、俺たちがの誕生日ってあんまりよろしくない、よろしくない、よろしくない、あんまり祝わない方、祝わない方がいい、うん、まあそうなんだっていう感じですね、うん、なるほどね、はい。あ、じゃあコメント読んでいきましょう。はい、中手猫さん、ごめんなさい、ケーキ1個しかなかったということで、大丈夫ですよ、分けました、うまい感じに、うん、ありがとうございますね、気持ちだけでも。沖縄大好きさん、お、もののけ姫とためということでね、え、うん、結構すごいんじゃない。確かにすごいね、うん、はいはいはい、あ、結構、はい、沖縄大好きさん、その前にもね、はい、こんばんは、ハッピーバースデー、光太くん、中地くん、グー、ようこそ大人の世界へ。え、なんかちょっと怖い。なんかある大人。あー、でもな、乾杯の時、相手のグラスの下つかないといけないのか。あー、ダリー、めんどくせー。ダリー、リオさん、私も6月です。6月生まれ、嬉しい。何日だろう、何日ですか。え、今からかな、もしかしたらね。今からじゃない。え、じゃあ祝いますよ。ちょっとね、教えてください、お願いします。ゆわぴぴさん、やっぴっぴー、はぁ、しんどかった。え、んた、あ、仕事かな。ああ、お疲れ様です。誕生日おめでとうということでね、ありがとうございます、本当にね。はい、スプリームさん、6月9日はエロくなりそうだから飛ばしとこう。一応ロックの日だけど、6月9日エロくなりそう。69ってことですか。ああ、はい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 、スプリームさん、アイコン多分お子さんなんすけど、精神年齢僕たちと変わらんかもしれないです。いいですね、いいですね、でもね、僕たち20歳になったんですけど、うん、精神年齢12歳になってますからね。うん、お、みゆさん、うん、2人とも誕生日おめでとうございます。 ありがとうございます、本当にね、みゆさんすごいアイコン、こう光漏れしすぎて、ね、
よくわからない。皮膚と背景の白が同化してる。あ、でもなんか可愛い感じですね。可愛い。ゆうさん、本当にね、はい、ありがとうございます。ピュアピピさん、うん、仕事じゃない、わら、ハプニング。ハプニングなんかあったんですね。心の声がちょっと漏れちゃった。りょうさん、はい、りょうちゃん、19日です。あ、19日。私は広瀬すずちゃんと、うん、ブルゾンチェメウィズ B の右側の方と同じ誕生日。いや、知らない。全然知らない。いや、これウィズ B の方なんだ。これ並べ方悪意あるよ、これ。だからよ、広瀬すずちゃんだけでいいわ。ウィズ B の右側って誰よ。どっち誰かな。誰だろう。5、あの、あ、ちょっと細い方かな、うん、顔が、はいはい、35億の方か、奥の方ね、うん、はいはい、奥の方か。マリンちゃん、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ということで、ね、いつもありがとうございます、マリンちゃん。本当にね、あ、まあ、誕生日を迎えることができました。本当にありがとうございますね。ますね。ど、正直どっちの方が言われたと思う、ツイッターと。え、ツイッター圧倒的にお前でしょ。あ、やっぱそうか。まあ、俺は正直せっこいべ。俺前日に、明日は俺の生誕記念日拡散希望にして、いや、これ俺本当に、俺さ、あのツイート見て71ツイートぐらい来て気持ち悪いと思って、ね、その時点でもうコメントめっちゃ来てやつ、明日祝います。じゃあ俺はそんなしてまでも祝われたい分きついわ。黙って言われないよりはちょっと俺は言いたい派なんだよね。うわ、きついわこれね。俺ほんと許せない。なんて言うんだろうな、うん、なんか誕生日プレゼントだけどプレゼントないばっていう同級生いるさ、いっぱい。ああ、いるな、いるだろう、はい、あれと同じ手口でお前。いや、でも俺は祝えっていう。いや、そう、俺文句あって、俺お前の誕生日の日に、うん、俺0時に送ったん。0時ちょうどに、はいはい、誕生日おめでとうって来ました。で、熱い言葉も並べたさ、うんうんうん、KY デンジャラス今後も頑張っていこうみたいな、うんうん、でラジオもね、テレビもいろいろ頑張っていこうみたいな、はいはいはい、お前一言ありがとうって返ってきてさ。舐めてる。舐めてないだろ。で、まあ、それはまだいいさ、うん、もう俺の誕生日 LINE 送ってないよ。ガチで。なんだ、何してたお前。6月5日は何してた。6月5日12時、6月5日0時何してた。ちょっと女のこと。申し訳ない。しょ、お前は本当申し訳ない。お前6月5日0時に行ったとかじゃないよな。違うわ。それじゃ違うわ。なんだろ、それ合わせないだろ別に。いや、まあ誕生日ね、本当ありがとうございますなんですけど、まあ俺誕生日とはちょっと話変わるけど、はいはい、6月4日ぐらいかな、おうおう、誕生日の前日ぐらいに、はいはい、俺あのデコボコトレビングリョウト、まあ、僕たちのシェアハウス仲間、芸人仲間なんですけど、はいはい、リョウトと一緒にあの波の上にあのドライブに行ったわけさ。その波の上の近くに知ったでかい観光船が止まって、はいはいはい、世界一周回ってる的な、ね、はいはいはい、あ、ほんとさっきタイタニックかなぐらい、ああああ、わかるわかる、豪華客船が止まってて、わかるわかる、うん、俺も見た見た。そっから、うん、千と千尋かやっていうぐらい、うん、一斉にアジアのなんか台湾人らしいから、一斉にブワー降りてきて、橋がこうウィーンバダーンなって、うんうん、うわーってアジア人が、あ、台湾人が、うんうん、もう何百名侵略してきた。うわーって侵略じゃない、侵略でブワー降りてきて、俺たち見に行ってたさ、うん、観光この客船、あ、豪華客船をね、うん、そしたら一気にブワー降りてきて、もう周り半径 50m みんな台湾人みたいな、うわーってなって、まあ、これまあデコボコトレビング寮とか天然って話なんですけど、うんうん、うわーって囲まれて、うん、うわっうわーってなって、こえーってなって、うんうん、でもよく考えたら、うん、こいつら全員日本語わからねえんだよなと思ったら、うんうんうん、ちょっといたずらしたくなって、あー、めっちゃわかる、それそうそう、わかる、その気持ち、わかるわかる。で、あ、これ大きい声で、うん、下ネタ言ってもこいつら伝わらんやんに、あー、はいはいはい、こんな大勢のさ、何百人の台湾人の人間の前で、うんうん、下ネタ言うって気持ちよくない？めっちゃわかる、それ。そう、で俺、いようぜってリョウトに言って、じゃあ酒俺いようなって言って、俺、うん、おっぱい大好きだーとか、お前らのケツ汚ねーなーとか、お前そういう暴言吐いとる。みんなのマンコ舐めさせてくれーとか、最低、ほんとに。でも、台湾人何も気づかんよ、うん、タタタで発狂してる男、うん、おやべえ、日本語伝わらない、めっちゃ楽しいって思ったリョウトが、うん、あ、次俺の番って言って、うん、大きい声でセックスって言った。マジで俺、あ、それマジで鳥肌立って、俺、あいつマジビビって、あいつマジででっかい声でセックスって、お前全世界共通の下ネタセックスをあの台湾人の何百名の前で叫んで、一斉にみんな見て、うわーなってみんなで逃げて、そしたら本当にね、あいつめっちゃ天然なんすよ、やばいな、あいつびっくりして、違う、次俺セックスって行くのに、マジで鳥肌止まらんの、なんだ、そうそうそう、逃亡しても、そうそう
あるよね。やばいやつでしょ。そういうとこあるさ。沖縄に着いた瞬間セックスで叫んで。そう。きっと俺もうやばいやつさ。最低で本当に。本当に。沖縄の価値がすごいからマジで。ジャパニーズ。やめて。ジャパニーズカルチャーになっちゃうから本当に。本当に。量と天然ない？天然あるね。もうずっとずっとで、ね。とりあえず食ったもんを真下に落とすっていう。うん、これなんで？修正があるんですよ。修正。そう。本当に。うん、すごいよな。なんか、うん、なんかね、あのブラックサンダーとかチョコレート食べてて真下に、うん、そう、真下にこのゴミをそのままポイ。いや、しかもなんか落とすっていうよりは、うん、食べた後、うん、なんか手放す、うん、あ、ほんとほんと、そうブラックサンダー食べて、うん、袋をそのままこう手放して手放して落ちるっていう、うん、もうだからゴミだらけ。あと、財布持ってるんですけど、うん、お金をあの、あれに入れない、あの、財布に入れなくて、あー、はいポケットに入れるわけさ。うんうんうん、そのポケットお家帰ってきたら絶対どこかに置くべ。あ、ポケットお金を。はいはいはい。だから俺らのお金わかる？なんかどっかの館みたいな、なんていうの？いろんなとこに小銭が。そうちょっとなんかね、あの呪われてるお家みたいな、なんか怖いんすよ。ちょっとちょくちょくお金の山が。ちょっとな、なんかめっちゃ変なやつだな。なんでだろう。コメント読んでいきましょう。小さい頃になんかね、なんかあったんじゃない、うん、え、どういうこと、なんか大事故に巻き込まれたあ、どっか、なんか飛んでいったっすね。そうネジ一本飛んでいったみたいななんでよ、ないよ、ね、ラムさん動画見たって、あーね、 KY チャンネル YouTube でもね、僕たち配信してますね、はい、ぜひ見てください。スプリームさん、はい、台湾人は日本語わかる人多いよ、マジっすか。うわあ、俺これもあったよね、高3の頃、うん、僕たち笑顔甲子園っていう、まあ、全国のお笑い愛媛で行う、まあ、全国大会みたいなやつ、うん、お笑いの、でも優勝したんですけど、うんうん、その時に沖縄で俺ら紹介されるんですよ。そうで、あの会場愛媛ね、うん、愛媛でお客さん全員愛媛とか、まあ、沖縄の人じゃない人なんですよ。沖縄の人一切ないですよ、うん、この時も俺らな、うわこれめっちゃいいやにってなって、うんうん、沖縄の方言わからんから、うんうん、あの舞台に方言で出ていこう、そうふざけて下ネタいよ、どうせ意味わからないだろうだろう、そう漫才の前に、うん、どうもどうもーシーバーイってな、そうしっこーって方言でしっこなんですけど、シーバーイシーバーイって二人でめっちゃ笑顔で、ね、笑顔で漫才出てきたら、うん、そうみんなシーバイわからんから、うん、愛媛の人めっちゃ笑顔で点数ってからなんかバイバイみたいな感じが、そうって言って俺らの下にやんでやして、うわこいつら俺らが舞台でしっこーって叫んで出てきたの全然分かってなーと思ったら、めっちゃ喜んでるやし、こいつら。そう、漫才終わった後に、うん、それでは、審査委員長の、チカさんか、チカさん、コメントお願いします。チカさんが立って、私沖縄の人なんですけどって言って、うわーうわーあったーっ、沖縄の人なんですけど方言を交えた、漫才で面白かったです、なんとか、まあそこには触れんかったんですけど、うわーってなって、鳥肌が、だって沖縄の人からしたら急に沖縄の少年二人がさ、シッコーって舞台に出てきて、悪態バレたさ、やばいうわーってなって、いやでもね、一応優勝できたからわかんない、その効果かな、シッコって言ったからわかんないけどそれが面白かったのかもしれない、わかんないけど、一応優勝できたけど、怖かったな、超怖かった。これやめ、このね、このこれやめていこう、やめた方がいい、いつ誰がね、どこにいるかわからん、台湾人も日本語わかる人がいるかもしれんし、やっちゃうんすよね、やっちゃうんすよ。国際通りとか歩いてて、そのだから中国の方とか、アジア系の人たちがいたら、俺爆買いして帰れよって言うんすよ、僕。沖縄を潤せよ、よく言うの、言うんすけど、もしかしたらね、本当に分かる人からしたらちょっと失礼なかもしれないですけど、ね、そういえば国際通りで両党の天然エピソードもう一個思い出したんだけど、またなんかYouTube の企画で、はいはい、この県外の人にインタビューするみたいな、うんうんね、企画して、うん、で国際通りで歩きながら動画撮りながら歩いて、県外の人探そうってなって、うんうん、どんな人探そうってなったら、両党、あ、いいこと思いついたって言って、うんうん、大きい声で、ナイチャー手挙げてくださいって言ってマジで、いや、ナイチャーって、これもそう、ナイチャーって沖縄の人しか分からんだろよ、お前。そう、しっちゃい、あいつのいいところはよ、うん、めっちゃ笑顔です、笑顔なんすよ、そう、めっちゃ笑顔で、あ、思いついたみたいな顔して、うん、泣いちゃってあげてくださいって言って、そうもう可愛いんすよ、だからそうよ、りょうとってなるんですよ、可愛いっすからね、りょうとね、ひろみさん、りょうとアンドコーター最強コンビだよね、あ、そうなんですよ、結構、ね、仲良くてね、ありがとうございます、はい、本当にひろみさん、もらっとけば小銭っていうことで、ちょくちょくもらってますもらっ、あいつ、場所忘れるんすよ、うん、そう場所忘れるんすよ、うん、お、マリンちゃん、コンティニューコイン、2つもありがとうございます。マリンちゃん、ありがとうございます。ユアピピさんもね、コンティニューコイン、ありがとうございます。ヒロミさん、癒される笑顔ということで。うん、
でもあいつ笑顔すぎて、うん、たまにあの夜お家ね一緒にシェアハウスしてるんだけど、うん、あいつよく笑う子なんすよ、うん、めちゃくちゃいつも笑顔でね、うん、で笑いすぎて夜寝る前にあいつが急にいたっつって俺がバッと起きてどうしたりょうとってさやべ右頬つったって言ってあの笑顔すぎて頬つるって、そうなんだそうたまになんだ結構ここがこうビク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 つったつった笑いすぎた今日一日笑いすぎたちょっと幸せななんだもんちょっと幸せな幸せだなあいつや唯一幸せな幸せだなあいつや、うん、リオさん私もドラッグストアで台湾人に間違えられて、うんはいはい、免税できそうでしたが正直日本人だと言いましたもったいないもったいないいい人っすねあでもやっぱ日本人ってあんまりアジアの人と変わらんよねうん全然見た目 YouTube の企画であの外国人のふりをして、うん、沖縄の人にだから僕は韓国人のふりして、うん、韓国語じらわしてねなんかミャピーパーチェンシャンファイみたいな感じで、うん、沖縄の青年に声かけたらそうそうそう道教えてくれるかみたいな、ねうん、世界地図持って、うんうん、やったら俺本当にね韓国人って思われてめっちゃ信じてもう普通にそうそうそうでなんか中央海水族館どこでしかみたいな、うん、こんなふざけたのに、うん、みんな信じてめっちゃ信じるんすよ、うん、教えてくれてないめっちゃ優しかったよねめっちゃ優しかったですね一、うん、人がなんかねタクシー、うん、なんか乗った方がいいんじゃないですかって言ってもう一人がバカかやお金かかるよやめっちゃみたいな、ね、感動しましたね本当に、うん、沖縄の人優しい人ばっかりいますのでそれもね YouTube に上げてるんで、はいはい、ぜひもしよかったらチェックしてみてください、はい、それではここで、そうですね、一旦一つ曲をお送りいたしましょう、はい、DJ ユンボーセレクションウルフルゼ A 年をお聴きくださいちょっと髪気味じゃんちょっとバレてるウルフルゼバレてるよな右頬をつってるいや、つってないわ今日、新しいミキサーのこれは FM 技能はい、おお新しくってことですか新しく今月から あ、ありがとうございます、すいません競馬ジンジャラス申しますすいません、よろしくお願いしますチャンピオンです、よろしくお願いしますあ、なんか新しい、なんかすごい雰囲気が、うん、なんかすごい、ガクトガクトみたいないや雰囲気があってそんなもうあの、メガネが黄緑の透明の緑かけてるんですけどスカウターですかスカウターほんとにお願いします、ほんとにすいません、よろしくお願いします一番多分僕たちが迷惑かけてるあ、ほんとにごめんなさいいやいやいや、もうそんなことは全然すいません年齢おいくつですか年齢、こう見えて30歳なんですよめっちゃ若い30のあの、新人アルバイトしたいですあ、すいません僕たち、もうすいません20歳になりたいんで、ほんといろいろ教えてくださいいやいやいやすごいすごいっすねあ、すいません、ちょっと女性の方が見たいということちょっとじゃあちょっと、ね、ちょっとじゃあちょっとキャーさんあ、今行きますはい、キャーさんじゃあちょっともしよければ今回ちょっと新しく僕たちねまあいつもやってくれるヨナミネさんもいて新しいミキサーさんちょっとお願いします、はい、あ、キャーさんお願いしますキャンさんすげえお願いしますよろしくお願いしますちなみにこのスカウターで僕たちのお笑い戦闘力は100のうちどのぐらいですか100のうちですかはい53万おお100超えってことですか6000あ、えあ、このネタわかんないですあ、そうですそうですドラゴンボールあ、やばいすいませんちょっと詳しい世代間のギャップが早速出てるんですお願いしますちょっとフリーザ様キャラでいこうかすいませんもう本当にかっこいい方で すごいすいませんよろしくお願いしますお願いしますすごい、ヨナミネさんもイケメンなんですけどキャンさんもイケメンっていう感じでそろそろはいマイクさ電話しても大丈夫ですか電話あ、これかはい、KY デンジャラスのデンジャラスナイト続いてのコーナーはコータプレゼンツ世界の怖い青春感ということでですね何これちょっとね、さっきのポップな話題から一転、はいはい、ちょっと怖い話感じになるんですよ最近ねある YouTube を見つけまして、まあ、その YouTube はいろんなね、世界のいろんなことを教えてくれるんですよ世界の珍しいお家とか世界の珍しいお祭りとか教えてくれるんですけど、はいはいはい、急にちょっとなんかブラックな話題ありまして、うん、世界の怖い性習慣、まあ、性文化あということで、はいはい、そうそうそう、まあ、性にまつわるね怖い文化なんですけど、はいはいはい、めちゃくちゃ怖くて、何ちょっとガチ笑えないぐらい怖いんですけど、笑えないやつ、まあ、世界にはねこういう文化もあるんだということでちょっと受け入れてくれたらね、そうですね、まあ、日本と全然違うということで、はい、まず一つ目ですね。
これはパプアニューギアの部族、パプアニューギニアの部族である、はいはいはい、サンビア族っていう、サンビア族、うん、部族の、はいはい、西風州なんだけど、うん、結構怖くて、これアメリカの人類学者が調査で明らかになったんだけど、はいはい、サンビア族の男性は成長に応じて儀式を行う、儀式、ある儀式、はいはいはい、成長するためのね、まあまあ、ここまではまあなんか民族っぽいですけど、うん、そうそう、まず最初に少年の頃、うん、青年の男性とともに女の人が入ったらダメな合宿所にこもるわけさ、男だけでね、はいはいはい、そうそう、男だけで、はい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 、まあ部族なんだけど、男だけの場所にこもる場合、はいはいはい、で少年は、うん、青年男性に、うん、フェラをする場合、オーラルセックス、いやマジマジマジ、本当に、え、マジで、オーラルセックス、まあ、フェラを、真面目な儀式で、真面目、フェラをして、うん、聖書を飲む干すっていう儀式がある、怖くない、怖っ、超絶嫌なんだけど、いやめっちゃ嫌じゃないですか、え、どっちも嫌なんだけど俺、フェラするのもフェラされるのも、そうだから少年はまずいかんし、絶対青年男性にこれ絶対だべ、強制、へー、フェラして精子を飲み干すっていう儀式があるあるべ、これ理由は、これは男になるために必要な勇気や知能、そして勇気や知能など男に必要なものを、うん、精液から摂取して、うん、大人の男性になるっていう意味があるらしい、精子飲むの、そうそうそう、青年だよね、おっさんではないよね、青年、いやそれは分かんない、まあ、それでも嫌だけどね、まあ、青年だからね、嫌ですよ、そうそうそう、え、どっちも嫌だこれ、そで、その後、うん、青年期になると、まあ、青年なんだから、うん、自分が少年からフェラを受ける側に回るそうそうそう、フェラされる側に、全員、そう、え、めっちゃ嫌、嫌じゃないですか、超絶嫌なんだけど、だからもうこのね、なんだっけ、何族だっけ、サンビア族は、うん、みんな男にフェラしたことがある、されたことがある、まあ当たり前、当たり前なんだろうね、これが別に、まあ俺なんかで言う、まあ七五三みたいな感じ、まあまあまあそう、まあシーミーとかぐらいの勢いなんで、勢いでペラしてる、うん、そうそうそう、これを得て、成人した男性は一人前の男性として認められて女性と結婚することができるようになる、やっとっていう、うわー、そうそうそう、けどこのサンビア族は、うん、めちゃくちゃゲイが多いってだから目覚めてしまうっていう、あ、これでそう、この儀式の、多分この儀式で目覚めてしまう、やめた方がいいんじゃないじゃん、そうそうそう、けどちゃんとそういう儀式がいるらしく、へ、サンビア族、まあ怖いというかね、世界、まあ深いというかね、そうそうそう、こういうのがたくさんあって、まあ他にもですね、ケニア南部から、はいはい、タンザニア北部の先住民である、はい、マサイ族ですね、これ、おお、有名な、うん、マサイ族にも変わった風習がありまして、性の風習が、結婚初夜の風習なんだけど、あ、はいはい、結婚初夜ね、結婚した初日の夜、うん、これってもうあれでしょ、もうね、セックスしたり、あ、そういうもうラブラブ、二人が一番ラブラブな日でしょ、そうですね、はいはい、よく言うさ、結婚初夜なんかディズニーランド行って、はいはい、その夜ね、まあ、初セックスかわからないけどセックスするみたいな、うん、なんていうの、いい日じゃないですか、はいはいはい、でも結婚初夜にマサイ族は、うん、自分のお嫁さんを、うん、親友に差し出して、うん、親友とセックスさせるっていう風習がある、わざと、おぞましい、結婚初夜と、怖っ、だ俺が奥さんできて結婚して、うん、結婚初夜に中地とセックスさせる、うわー、逆もあり、逆もお前の奥さんを俺が、いやいやなのかなこれ、いやこれはマサイ族の気持ちはまあ分かんないんだけど、いや当たり前なんじゃない、それがもうもう風習、そう、理由が結婚指輪渡すぐらいの感覚で、そうそうそう、その理由がマサイ族の男たちは大親友の戦士と か、うん、だから戦士と共にね、うん、命を懸けていろいろしていくさ、戦っていくさ、うんうん、まあ、奥さん以上の関係というか、そうそうそう、ライオンやゾウなどと猛獣と戦ってね、戦士として生きていくさ、うん、仲間として、うんうん、だから奥さんも共有するのが当然っていう考えらしくて、もう完全男社会というか、うん、だからもうだからなんていうの、いや奥さんはセックス俺としかしたらダメ、自分のもんっていうのはもうマサイ族からしたらありえないこと、ありえない、多分自己中相当、いやいやいや、中田猫さんからコメント来てますね、うん、はいはい、燃えるわらわらわらちょっと燃えますねちょっと燃えますね、あ、これはちょっと燃えるかもしれない、ちょっと燃えますね、はいはい、うわ、どう、リアルの、いやでも奥さんと結婚したやに、うん、奥さん俺に差し出せる、そうそうそう、だから嫌っすね、超嫌、超嫌じゃん、うん、え、わからん、誰にだったら差し出せる誰にでも無理か、誰にでも嫌だよ、それが当たり前なんだよマサイ族では、なんか陰キャラみたいなね、俺とか
ね、親友がいない人は誰からも奥さんを渡されないっていう親友がいないパターンとか親友がいない人がそっかそっか奥さんを渡せない誰からも奥さんを渡されないいやだからどういう気持ちなのかなと思ってそれは分かんないんだけど、うん、実は嫌なのかでもぜひもうお願いしますもう、うん、僕の奥さんと抱いてくださいっていう、うん、奥さんは奥さんでどうなのかっていうねえどうなんだろうまあだ大問題は、うん、例えば俺がね、うんまあ、一応親友っていうか、まあ、そうやんそうやん、はいはい、でお前が俺にね、うん、お前の奥さん差し出すさ、うん、お前の奥さんが、うん、ブスだった時俺はどうすればいいっていうわかるマサイ族としてわかるお前の奥さんとやらないといけないやん、はいはいはい、共有しないといけない、はいはいはい、お前はコウタお願いねマサイ族の文化、うん、礎として、うん、俺の奥さんを抱いてくださいって来た時に、うん、俺からしたらありがた迷惑の話さいや美人だった時はラッキーだよブスだった時ブスだった場合ねだからそういう問題も出てくるから逆を言えばお前がフリーだとしたら、うん、頼むから本当にブスとだけブスと付き合うのやめてくれっていう逆に可愛いやつ付き合ってそういう問題も出てくるなそういう悩みとかもあるのかな、うん、と思って面白いねだから深いなと思ってそうそうそう、まあ、とりあえずマサイ族は、ね、自分のね奥さんの結婚初夜は、うん、奥さんを、親友に抱かせるっていうへー、うん、親友にね戦友にありえないね、うん、本当にそういう文化でも、まあ、最近はなんかあの近代化やエイズとか性病蔓延への懸念もあるため必須ではなくなってるああなるほどね必須ではなくなってる必須ではなくなってるそうですって来るから、うん、これやっぱり差し出してるんだよ、うんうん、ね必須ではないみんなやってるんでしょうね、うん、そうそう自らひろみさん断れるかなねうんどうなんでしょうねだから中手の子さんタイプじゃないとききついということで本当にきつい、まあ、一番かわいそうなのは女の人ですよねまあそうだよね、うん、女の人かわいそうだから自分の旦那さんもイケメンで親友もイケメンならまだいいけど嬉しいけどねこの旦那さんの親友がなんかね豚みたいなやつだったら本当にキモータみたいな感じめっちゃめっちゃイカ臭いとかな嫌だよなリホさんやったことにするではダメなんですかねっていうあれにヒロミさんがいいアイディアということで確かに、うん、いやでも多分もうなんて言うんだろうなもう文化がある時点でやったことにするってはならないんじゃないですかねうんいやもう文化だからなんて言うのシーミーに行くのを行ったことにするってしないさ、うん、ああもう多分そんな感じでしょ、うん、めんどくさいけどなんかも行かないといけないっていうか行くさ、うんうん、そういう感じなのかな、ね、一応はもう文化だから、うん、スプリームさんそれぐらいだったらいいけど嫁の母親とちょめちょめしないといけないとかだったらうわーきつきつやだな部族やめるわクソババアだもんな多分なきつきついっすねあーやだなそれ確かにやっすねいや世界広いっすね本当に日本ではありえないですけど、うん、本当にマサイ族ではもう当たり前の文化ということ で、まあ、他にも、はいはい、もう一個これちょっとガチ怖いやつ怖いねなんかガチ怖いやつなんですけど面白い系かなと思う全部怖い、ね、いやもう怖い系、はいはい、これはアフリカの28もの国々で未だに行われているものなんだけど、うん28の国でアフリカでもう結構多いね大部分部族っていうよりかも国、うん、アフリカの国、うん、いろんなところで行われてるやつなんだけど、はいはい、女子割礼ってやつなんだけど結構怖くて、うん、大人の女性への通過儀礼として、うん、女性器、うん、つまり陰核はいはいはいクリトリスかな多分わかんないけど陰核、うん、医学的多分クリトリスかもしれんけどを切り落とすっていう文化があるらしくて未だにあるらしくて、うんしかも切り落とし方がカミソリや石、ナイフなどを使い切り落とすなんでそう古典的な方法でだから石ってそうだから大量止血や痛みで亡くなったりすることもあるは、うん、なんなの未だにあるらしいんですよこれマジでこれ都市伝説とかじゃなくて、うん、リアルあるやつで怖っそうでこの儀式の目的は、うん、結婚まで処女を守る、とか女性の性欲をコントロールするといったことだと言われていますっていうこの謎の謎すぎる女性へのこのね差別というか謎のこの思い込みっていうかねなぜか女子はコントロールされるっていう、うん、なんでなんかかわいそうだねどこの世界も女の人が、うん、一応今調べたんですけど陰核あのクリトリスああやっぱそうなんだクリトリス切り取るへえーまあクリトリス切り取ってもオナニーできるけどあまあそういう問題そういう問題じゃないけどまあまあということで、うん、でそのため、まあ、女性虐待
性差別だという声が上がり、いやそうだよ、廃絶への動きが出始めてる、うん、まあ出始めてるいいよ、まあ、2017年で今出始めてる、出始めてる、で、国連あの国連ってあるさ、はい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 、なんか連合的なやつも2030年までに廃絶させることを目標にしてるっていう、けど今2017年現在公式に禁止したのはケニア一国だけ、へー、そこ以外の26カ国は未だに続けてるっていう、じゃああっちの国の人の女性のね、うん、マンコ見たらもうクリトリスがない、そうってことですよね、うん、はぁ ありえん、可愛い人のクリトリスだったら切って俺食べたい。これはちょっと違う。待って待って。お前さ。ごめんごめん。すいませんでした。意味が。俺は違う。お前さ。冗談です。二十歳早々やらかしたよ。冗談本当にこれは。最低だよ。調子乗りすぎた。たまにね、まあ、そういう思いついたこと。本当申し訳ないです。思いつきです。二十歳はやめていこう。こういうの。こういうのなしで。うん。下ネタなしでいきます。申し訳ない。シュプリームさんからコメント来てますね、はいはいはい、男のチンチンの顔を幼少期に切る儀式もあるよ、あ、まあ、これは儀式というか、あ、まあ、まあまあ、アメリカとか外国は結構切ってて、うん、俺これさ小学校の頃、うん、同級生切ってる人いて、うん、俺うわダッセーと思ってたわよ、はいはいはい、正直、うん、うわお前皮ないばみたいな、うん、え丸出しやん、うん、全裸やんみたいな、うんうんねうん、俺かぶってるぜみたいな、うんうんうん、でも後半恥ずかしくなるから、そうなんすよ、逆転劇が始まるんすよね、うん、そう男あるある、前半に切った組のそう勝ったでもう、うん、快進劇が高校かっこよく見えてくるんだよ、高校1年生ぐらいのね、うん、体育の授業あたりから、うん、もう快進劇が始まるんですよ、男こういうのあるよね、だから脇毛が生えるのが早い人とか、うんうん、最初小学生小6とかで脇が生えた人は、うん、恥ずかしいからこのプールの授業このストレッチをちょっとこう、うん、ちょっとね、あいやいやいや、こう全然いやほぐせないやしやみたいな、やれやみたいな、全然伸びてないよ、俺脇が生えるの遅かったもん、中3とか高1で生えたから、うわーダッセーと思って、うわーす脇毛だーイエーイみたいな感じだったんだけど、急にね中2中3ぐらいから、中2中3ぐらいからみんな来ます、なんか脇が生えてるやつが死ぬそんなドヤ顔はしてないだろ、いやいやいや、やって、逆に生えてない俺らがちょっとこうあ、お前がみたいな、逆転劇始まらん、いやね、男子はね、うん、あるあるなんですよ、あるあるだよこれ、逆転するんですよね、こういうの、そう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 、あ、よかった、中地とクリトリスをちょっと忘れられそう、あ、よかったです、本当によかった、あとラスト1個ですね、はいはい、これが俺的には一番怖い、うん、まあ、やだ、怖いというか、っていうやつなんですけど、うん、だから全部意味わからないですからね、そうそうそう、これはあのパプアニューギニアのキリウィナ諸島に住む先住民たちの、はいはい、性風習なんだけど、パプアニューギニアやばいね、これラスト風習ですね、はいはい、この島の人たちはヤムイモを主食として食べているわけさ、はいはいはい、日頃、まあ、芋っていうか、うん、まあ俺らは米ですけど、米みたいなもんね、人たちはまあ芋、うん、ヤムイモっていう、で毎年ヤムイモ祭りっていうのが開催されるらしくて、うんうん、毎年ね、で怖いのが その祭りの時に、うん、女性が男性を強姦するのが伝統になった、何何何何何、逆に逆レイプってこと？そう、女性が男子を逆レイプする、で、これはもう村の長老も公認、うん、だからもうだから法律とかそういうのなしで、もう全然このヤムイモ祭りの時は女の人は男子、うん、男の人を逆レイプしても許される、うん、で、怖いのが、うん、毎年、あ、そうそう、で、女性たちがしかも数人で、あー、結構少ないんだ、数人で、しかももっと怖いのは他の部族の一人で出歩いてる男性を強姦する、怖っ、怖っ、これ自分たちの部族じゃなくて他の部族、この文化を知らない人たちが急に、そうそうそう、数人の出歩いてる男性を、うん、強姦するわけさ、で、しかも一回で終わりじゃなくて、そのグループの女性だ、数人でレイプして、うん、たち、その女性たちが輪姦するって、あー、もうなんか回して、だから男、おぞましい、男と、女がめっちゃパンパンしてやって、うん、はい次みたいな、もう強姦、怖っ、ぐるっくり回されるらしくて、しかも怖いのが精力、精魂尽き果てるまでにっていう、うわーもう、うん、もううわーってなるまで、本当に怖くない、何その文化、で怖いのが、うん、他の部族っていうのは観光客も含まれており、過去にはドイツ人やオーストラリア人観光客が被害に遭ってるっていう、マジで、他の部族はそのね、俺らは一見なんか民族系の他の部族と思うけど、うんうん、あっちからしたら俺たちも他の部族だから、うんうん、だから俺たちがこのね、パプアニューギニアのこの部族のとこ行って、うん、こうヤムイモ祭りのときに行ったら逆レイプ、もう数人のね、民族の女性たちが走ってきて、
ジャックレープ走ってきて、セイコン勢力突き張ってるまで回される。うわぁ、一見さ、ちょっとラッキーって思っただろお前。いや俺ちょっと今やむやむ写真見たけど行こうかなと思ってんですけど、いや思ったさ、うん、写真見たけど、うん、乳首この辺まで見たんだけど写真あった、おへそぐらいまで、うん、なんかタルーンってなってる、とか分からんけど下8人ぐらいの女性がこんな走ってきてる写真があったんだけど、おっぱい、いや部族ですからね、おっぱい乳首がこうへそぐらいまで垂れてる真っ黒の乳首が分からん、うん、これは本当に写真か分からんけど、でもこの風習は本当にある、うん、らしくて怖くない？これ乳首がおへそまで垂れてる女の人にちょっとね、うん、襲われるのはちょっと嫌だ。そうそう、だから本当にやむいも祭りのね、いや1年に1回偶然その日とかにね、うん、かぶって観光行った際は本当にちょっとね、うん、怖いっすね。ね、本当におっぱいがへそまで垂れてる女性にねレイプされると、なんだそれや、多分本当におぞましいと思ういざその場見たら ね、 ねうわーみたいな、本当なんで皆さんね、ぜひ気をつけてください。じゃあコメント読んでいきましょう、はい、ひろみさん、うん、中地喜ぶ、参加したいでしょう。ちょっと明日パスポート申請出して早いな早いな。シュプリームさん、男を襲ううちの嫁みたい。いい、いいじゃないよ、いい、お嫁さんに襲われるのは、グイグイ系のお嫁さんいいっすね。いいな、仲良しで、うん、いいっすね。カノーさん、はい、そういう文化の中に生まれなくてよかったということ。あ、まあ他の人からしたらね、そうだね、そうですけど、あでもなんかよくなんかここにだからこの部族に生まれてたら、うん、多分まあこれが当たり前、まあ、当たり前なんだよね。だから外国からしたら、うん、うわみたいな、うん、なんでお墓の前で手合わせてんのみたいな、何、墓で何飯食ってるかみたいな、ね、石の前でみたいな、ね、石に手合わせ何してんのみたいな、うんうんうん、なりますからね絶対、うん、そう、あだからあれ見てやつ、最近ちゃんとしたやつでサイトで、俺たちあれ見たことある、これ唇に舌でっかい、あーなんか部族ねいるね、あれでもあっちでは、うん、あれがモテるっていうか、あれが大きければ大きいほどモテるらしくて、うん、かっこいい、うん、かわいいってなるらしくて、はいはいはい、俺らからしたらおかしい、おかしいっすよ本当に、思うし、うん、だから全身タトゥーでタトゥーが多ければ多いほどかっこいいかわいいっていう、うん、ね、文化の場所もあって、うん、それ俺らもおかしいって思う、おかしいっすよ、逆に外国が日本のかわいいって感覚をおかしいって思うのがあって、うん、それ聞いて俺ああって思ったのが、うん、刃、うおそう、男って日本人って、ああ、なんていうの、板野友美とか刃が、大島優子とか、刃ここに歯がね、ああ刃開くね、歯がちょっと2つ、ああちょっとボコって大きめに出てる人たちを可愛いって言うけど、ああ、外国の人たちは歯並びが綺麗なのが可愛いっていう文化だから、ああああああ、なんで日本人はあんな歯が汚い、こういったら汚いってもんね、汚い、怪獣みたいにこんな、なんであれ吸血鬼みたいな、ほんとほんとに、あー確かに、かわいいって言うの、確かに、いやだからそれ聞いた時に、うん、あ、そっかみたいな、だから俺たちもやっぱ日本もね、だからもうほんと文化って、うんうん、生まれた時からあるもんだから、うん、やっぱりおかしいって思ってないの、この、うんうん、レイプされるのも別に、うん、普通なんで、俺らが刃をかわいいっていう風に、どんな感覚で、そうそう、うわってことでね、世界各国いろいろなね文化があるので、皆さん、はいはい、ぜひね調べてください、はい、そしてぜひねやむいも祭りはお注意ください。いかんよね、はい、ということでですね、はい、ここで一旦 CM に入ります。首へそまで下がってるのはきつい。本当に6、8人ぐらいこの走ったらだってダルンダルンってなるでしょ。腕と同じぐらいこの乳首も振られるってことでしょ。そうだね、おばあいさん、お前だし、分からん、リボン結びとかしてるから、走るときはでっかい乳首をリボン結びにして右乳首が左乳首にしてるみたいな。そうそうそう、浦添ののりさん、はい、多文化の恋愛は難しいということで、これ文化って不思議だよね。だから刃が可愛いってどっちが先なんだろう、なんか日本人としての本能が刃を可愛く見えるのか、誰かが昔誰かが刃可愛いよねって言ったから刃イコール可愛いってなってるのか、いつから始まったんだろう、これ文化が先なのか本能が先なのか、どっちだろう、文化だよな、なんか刃の可愛い女優さんが出てきてからじゃない、なんか分からんけど、刃の似合う人が、だから外国人はどんなに刃似合ってても別に、いや刃出てる時点で、なんでだろう、
そうそう、だから不思議だ。シュプリームさん、うちの嫁28歳。全然現役じゃないですか。現役。何歳までセックスするのかな。いや、だから最近思ったのが、中地のお父さん今何歳。48。お母さんは。あ、同級生48で、まだセックスしてるんでしょ。してます、してますね。うん。証拠は。証拠は、本人から。直々に。直々に。あ、聞いたってこと。あ、うん、なんか、冗談で聞いたら、なんかたまにやるよみたいな。うわ、引くわ。48ってやるもん。え、これ。いや、俺やらん、やらんでしょ。やらんでしょ。10秒前です。何歳までやるんだ。やらんでしょ。48。ちょ、普通に俺吐きそうなったけどね。もちろん。それ親のだからだろ。うん。KY デンジャラスの。デンジャラスナイト。はい、ということで、はい、デンジャラスナイト。何？いや、ごまかせ。今のは大丈夫だろ、今。デンジャラス。今のは、デンジャラスって言ってましたけど。はいはい。デンジャラスナイト。はい。最後のコーナーは。はい。中地は激おこぷんぷん丸。ぷんぷん。お前さ、たまにさ、ちょっと可愛いじらすんでやめてもらっていい。いや、可愛いだろ。ということで、うん、怒ってます、僕は非常に。何何何。6月2日、先週の金曜日に僕、無事に20歳になったんですけども、はいはいはい、最愛のお父さんとお母さん、はいはい、これね、プレゼント、うん、一応、まあ、結果から言うと、はいはい、お母さんからもらいました、はいはい、でお父さんからもらってないです、はいはい、でもらったお母さん、お母さんからの僕の長男ですよ、うん、僕の、はいはいはい、20歳のプレゼント何だと思います。なんでキウイ。キウイ。なんでリアルに、もう本当に、僕の証拠の写真というか、家族の LINE で、うん、ゆういちろ20歳おめでとうって言って、うん、ポンってキウイの写真ね、買ったやつを載せられて、これお家に置いときます。カットされてる。いや、カットされてない。丸ごと2つってこと。バケツに入ってるやつを、バケツに入ってるやつをわざわざバケツごとね、キウイ来てるんですよ。あ、だからお前今日緑コーディネートなの。違うよ。ちょっとキウイっぽいんだけど。違うよ。え、どういうこと。いや、わかんない、本当に。だからなんで、うん、いや、まあキウイ好きですけど。あ、好きなんだ。好きって言ってたの。いや、言ってはない。ああ、心の中でちょっと好きぐらい。そう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 、本当に。あ、本当だ。まあ一応20歳っていうことで、キウイとビールですね。ビールを買ってもらったんですけど、はいはい、バケツ、うん、キウイ、バケツのキウイに、はい。で、何何。まあだから、うん、20歳のね、誕生日にキウイって。まあ確かに、おかしくない。おかしい、おかしい。お父さんからは、はい、何ももらってない。ああ、これはね、今日はね、うん、もうせっかくなんでこの場で電話して、はいはい、最愛の息子にプレゼントはないのかと、はいはい、ちょっと電話で確認してみたいと思います。あ、もう説教してますか。はい、もうね、すぐ電話します。怒ろう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 。まあ、つっても俺も特に何ももらってないな。どうしよう、俺20歳。20歳は誕生日ないって言われた。逆に。うん、20歳が一番でしょ。まあそうだよな。おお、何かしらね。ちなみにお父さんの名前なんだっけ、お前の。カズフミ。なんて普通だろ。いや、普通だろ。やばい。いやいや、ロドリゲスとかいう名前じゃないだろ、普通。マクヘンリーとかじゃないよ。ないよ、やばい。はい、じゃあ、弟に。カズフミね。はい、起きてるかな、まず。起きてます。起きてる。さっき確認したんです。あ、オッケーオッケー。カズフミね。ん？この辺もね、ほんと腹立つわ。これは遺伝性のもんがあるよね。この辺もマジで腹立つやつさ、マジで。あれ？さっき電話するよって言った。うん。LINE もね、やり取りしてたんですよ、さっき。じゃあもうお母に。お母に電話する。30分前に LINE やり取り。じゃあもうお母に聞いた方がいいんじゃない？お母に電話するわ。一応お母もちょっと。あ、またちなみにお母さんの名前は？タカコ。普通だなや。なんだばや。普通だなや。当たり前だろよ。キャリーとかじゃないよ。キャリーだよ。何人だと思ってるばや。中地タカコなんだ。普通だな。じゃあお母さんに電話しますね、うん、お前さ、うん、お前高子、お母さんの名前、お前アンマーで登録してるんだ。ちょっと中学生ヤンキーみたいな。彼氏58が好きすぎて、うん、あ、そうなんだ、うん、中学生ヤンキーがしがちなやつ。いいなのそこは。アンマーとか言わんでや、お前。うわ、お母さんも取らんかったら、お前20歳と同時に家とか出てるんだよ。本当に。え、縁切られてるのこれ。ちょん、え、さっき起きてる。もしもし。はいはい、もしもし。長男ですけど。もしもし。なめてんの。もしもし。もしもし。はいはい。聞こえ3回。なめてんの。
まあ、何？いや、舐めてるでしょ。何？中地のお母さん天然なんですよ。本当に6月2日何の日だったか覚えてる？先週の金曜日。6月2日？うん。はい、ゆういちろうの誕生日でしょ。そうですよ。お母さん、うん、俺に何プレゼントした？キウイ。あのさ、いや嬉しいよお母さん。プレゼントは高いものを欲しいっていうわけでもないし。うんうん、愛情がこもってればね、それはそれでいいとは思うんだけど、うん、9位はおかしいんじゃない？あんまりね、もらった側の俺から言うのもあれですけど、いや嬉しいよ、うん、嬉しいけど9位はちょっとなんかなって思うんですよ。確かにね。いやでもキウイとあと二十歳だからっていう、うん、その素晴らしい乾杯的なのあげたじゃん。あ、ビールね、うん、ビールももらったけど、いやビールもね、うん、普通のビールだったらまだ良かったけど、おかあれさ、うん、今ダイエットしてるかな、わけのわからん、カロリーオフのなんかわけのわからん本当に緑色の気色悪いビールを買ってきて。いやいやいや、だってビールに変わりはないじゃん。そうですけど、だから緑色のね、わけのわからん、ダイエットビールと緑色のキウイ。お母さん緑好きなのって聞いた。お母さん緑好きなの？いや、じゃあそうじゃないけど、キウイはゆういちろうが好きだし、ビールはまあ、健康的なのでいいのかなっていうことで。お母さん、中地がキウイ好きと分かって。え、俺、いや、キウイ好きだけど、キウイは好きだけど、プレゼントではないんじゃない？いや、なんかバケツも可愛いし、みたいな。まあまあいいや。まあいいや。あのバケツ何に使えばいいの？あのバケツ何に使えばいいの？俺は。いやー、わかんないけど、ただ可愛いかなっていうことで買ったので。バケツにしては小さいし。まあいいや、お母さんからプレゼントもらったから、はい、本当ありがとうございます、はい、本当に。はい、お父さんにちょっと変わって。お父さん寝てます。寝てるばや。さっき電話するって言ったのに。起こして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 。もう、ちょっと起こしてもらっていい？え、マジですか？もう寝てるんだけど。じゃあ、弟から俺何もプレゼントもらってないんだけど。いやだってバイク買ってもらったじゃん。いやそうだけど。お前バイク買ってもらったの？ローンでね。じゃあそれはダメですかね。じゃあ二十歳になった中地に一言。じゃあ二十歳になった。はい。長男に。じゃあ一旦10代の中地に最後の一言もらって。じゃあ10代の俺に、うん、10代だった俺に最後の一言。10代だ、俺に一言、うん、いやー、なんですかね。まあ、20歳になったらちゃんと自立して頑張ってください。はい、わかりました。ただただ以上です。ただただ説教。じゃあ、9位向いといて。はい、了解です。じゃあね。はい、はい、おやすみなさい。はい、普通にいいお母さんやし。普通にいいお母さんやし。あれ怒る予定だったんだけど、なんかほっこりしたな。だからよ、普通に。いやで、音を寝てるっていうの腹立つやつ。マジで、いや本当に。いや俺今ふと来週の企画今思いついたんだけど、うん、来週リアルに二十歳になったから、うんうん、お父さんとお母さんに、うん、今もまだセックスしてるかもう一回聞こう。リアルリアルで、それ来週の企画なんで。きついマジで。皆さん来週ぜひ。めっちゃいいや。皆さんもう一度、まあ、この前だから正直お父さんお母さんベロンベロンだったんでしょ。ベロンベロン。この前聞いた時は。今度は。火曜日に飲むはずないやん。ああ今度は来週の火曜日にシラフで、シラフの状況でドシラフで両親にセックス今もしてるか聞いて、ああお互いのセックスのこうスキルを聞こう。そこまで聞くの？お父さんにお母さん上手か、やってるやってないだけでよくない？お母さんにお父さんが上手か聞こう。なん、うわきつい。これ100点満点のうち誰が得するのこれ。俺誰が俺お前しかお前しか楽しくないんじゃない。ということで来週はね、中島両親にちょっとセックス事情を聞くの、うん、みんな。そうっすね、そうっすね、2時間生放送でやっていきたいと思います。1時間多いよやお前。ということで来週もね、23時からやっていきたいと思いますんで。はい、ということでコーナー締めましょうか。はい、ということで以上、はい、中地は激おこぷんぷん丸ぷんぷんのコーナーでした。いいわ。ということでエンディング、エンディング、早かったですね1時間。そうっすね、本当にありがとうございます。
もう、もうこれからもね20歳になっても、うん、FM ギノワンヌのデンジャラスナイト、そうですね、続けていきますのでよろしくお願いいたします。朝さん、来週もデンジャラスになりそう、楽しみです。ありがとうございます。そうですね、もうどんどん好きなことをやっていきますわ。お母のなんかラジオ、まあまあね、ラジオなんかラジオって分かってないけど、はいはい、あっちのお父さんお母さんは、うん、この俺たちからしたら、うん、ラジオのこの勢いで聞きたくない、うん、まあまあそうですね、こういうこと、うん、プライベートで危険さ、うん、やっぱちきるから。俺プライベート本当に喋らないから、ね、そうそう、両親と喋らんから、うん、この日頃のラジオのお前の勢いで来週聞こうえめっちゃいいやお前的にじゃあお父さんスキルあると思う、なんかイメージ。いや一応お前はあんの？いや俺はもちろん、もちろんあんの、うん、あるある。必殺技とかあんのじゃん。必殺技あの千手観音っていう技がある。何何何、千手観音。ど、どんな技？千本の手って書いて千手観音、千手観音像。どんな技？もうだから女の子が目つぶってたら、はい、あれ千本の手で触られてるってなるぐらいのスキルがあるみたいな。二十歳かやや。何だわやこれ。早すぎてってこと。触るのが早すぎて。そう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 、もういろんないろんなことをしすぎて。なんだろこれ、俺も一応ちょっと技あるよ。おお、何何？ジラーシっていう技がある。あの乳首なかなか触らないっていう。すごいポケモンの名前。きたねラジオだな本当にマジで最悪だ。いいですかねこんな感じで。ねえ、そして火曜日からね、金曜日自体は俺これでよかったと思ってたよ。はいはい。別にね来週どう。火曜日これきつい、ね。火曜日これきついな。すみません本当に。まあ来週の火曜日もね、皆さんで下ネタを。共有できら、ね、共有、共有していきましょう。はい、思います。ということで以上、はい、KY デンジャラスのデンジャラスナイトでした。ありがとうございました。皆さんおやすみなさい。はい、ということであとツイキャスが3分3分かぐらいありますので、ちょっとコメント読んでみましょうか。そのちょっと上から、ウラスエののりさん、キウイ栄養補給ということで、まあそうだね、栄養補給、まあ、栄養ありますけどとしては結構いい、うん、中田猫さん楽しみということで、来週もねぜひ、うん、楽しみですね。中地中地さん、ラジオでいつもお父さんにやばいこと言うやん、うん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 、いつもね、うん、なんだっけこの前なんか聞いたさ、いやだから、うん、AV 男優になりますって言ったり中地が、うん、芸人やめて AV 男優になるドッキリとかして、うん、ああいうのの後ってさ、うん、ネタバラシはしたの？ AV 男優にならないっていう。あ、一応、うん、俺これプロだと思う本当に。何何、一回ラジオって言ったら聞いちゃうから、うん、まあ、AV 男優はさすがに言ったけど、うん、大体言ってない、うん、ああもうラジオって言う無言、ただただ中地家に気まずい空気がすごいよね、うん、気まずい、本当気まずい、ただただ気まずいもんね、気まずい。ラジオ終わったとお家帰ってさ、お父さんと会ったりしたら、うん、どうするの？あ、もう気まずい気まずい、だからフレン、お前ただただあっちからしたら、うん、急に電話してきて、そうだよ、で来週に関しては、うん、お前ね、長男がね、うん、仏壇継ぐ長男が急に電話してきて、うん、お父さんとお母さんまだセックスしてるって最低だ、20歳の息子がやばいやつじゃん、やばいやつだよお前、本当にこんな息子俺生まれてきたら本当に捨てるよそんな中地もね仏壇継ぐんだよね。そうですよ俺が。でもね、この前お父さんにね仏壇継げるって聞いたらもう渡せないって言ってたよ、ね、そう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 、さすがに長女に渡すかもしれない。僕3兄弟でね、あ、違うか、お前の長女あれだ、風俗女やさ、違うってば、だから東京で違うよ、お前東京でね、誤解が生まれるから、グリグリタトゥー入れて風俗女いや、違うえ、でも多分そうでしょ、いや、かなって僕は思ってます。実のお姉ちゃんに向かってね、あんま言いたくはないですけど、うん、僕のお姉ちゃん多分風俗状なんだわこれ、最低だなマジで。で、だからこいつらの兄弟、風俗状、お笑い芸人、うん、で、龍大なんだ、龍大だから、そうそうそう、一番下の末っ子の女の子が仏壇継ぐ、あー最悪だね、うん、女が仏壇継ぐっておかしい、上の年、俺も長男だべ、長男でやっぱおかしい、失敗作みたいな、失敗作正直、いやもう親の育て方が悪い、ごめん最悪だ、これ最低だ、ね、これ最低だ本当に、ね、はい、あと30秒ぐらいですね、プラスのノリさん、俺下ネタ好きじゃない、嘘だけど笑う、嘘かい、そうだよ、だってですよね、ラームさんお疲れ様です、来週もいます、下ネタ嫌いな人いないからね、ユーミさんお疲れ様でした、ありがとうございました、マリンちゃんお疲れ様です、ありがとうございます。じゃあそろそろ切る準備しますか、はい、シュプリームさん、 KYD のお二人さん、皆さんお疲れ様でした、ありがとうございます。シュプリームさんね、わざわざ東京からいつもね、ありがとうございます。愛知県ユーミさん、おやすみなさい、ユーミさんね、愛知県からありがとうございます、はい、本当にまた来週も聞いてください、うん、ありがとうございます、ありがとうございました、デンジャラスナイトでした。